Number six, representing Russia, Irina Slutskaya. 最後までこうしてコーチのアドバイスを聞きます。イリーナ・スルツカヤ、ショートプログラムトップ。目の前でクワンは危なげない演技を見せました。2人の女王の一騎打ちになるのか。優勝決定戦、スーパーファイナルは果たしてどんな対戦になるでしょう。ドンキホーテです。最初のジャンプ。高い。これも高さがありました。顔も出てとっても表情が豊かだと思います。そうですね、試合直前はちょっと緊張気味で表情も硬かったスルツカヤです。2個目のコンビネーションジャンプがシングルになってしまいました。そうですね、練習ではしっかり飛べていたスルツカヤ。ここは綺麗な着氷です。昨日のショートプログラムでスグリさんは彼女を評して非常に最近は表現力が良くなってきたというお話をしてましたね。そうですね、美しさもすごくあるんですけれども、それに加えて勢いっていうのがあるのは本当に素晴らしいと思います。彼女は氷の上では本当に成熟した女性の美しさを持っていますけれども、リンクから上がるとなんかぬいぐるみを全部持って帰ったりなどすごい可愛い一面もある選手です。これは綺麗に決めましたね。ここでダブルアクセル連発。ジャンプでまた弾みがつきました。非常に後半のステップも盛り上がっております、はい、フィニッシュに向けてスケーティングが逆に速くなっています。さあ、そしてお得意の技をここで披露、ビルマンスピン。足換えです。クワンに負けじを取らず、いい演技を見せましたイリーナ・スルツカヤ、ロシア。最後のスピンなども彼女独特のものですけれども、形だけでなく速さも後半にこれだけの速い回転ができるっていうのは体力的にすごいことだと思います。
一つトリプルジャンプをしてからのスピード、今おっしゃった後半フィニッシュに向けてのスピードってのは速かったですね。そうですね。2月に22歳になりました。結婚をして表現力が豊かになって、そして持ち前の高さ、高いジャンプがあります。ジャンプのシーンです。この高さですからね。降りてから1回転ちょっと回ってしまったんですけれども、おそらくトリプルトリプル3回転3回転を狙ったためと思われます。彼女はそれを練習してました。はい。このシーンはどうですか。このジャンプもちょっと上がるタイミングが合わなかったようなんですけれども、はい、やはり2個目にエッジジャンプを持ってくる、そこが難しさだと思います。現在トップはクワン、2位がサラ・ヒューズ、3位ブッテルスカヤ、4位にマリニナ、そしてソコロワと続いています。最終滑走イリーナ・スルツカヤ、さあ間もなく得点が出ます。観客が後押しをしていますが、大きな拍手とともに今得点が出ました。まずテクニカルメリット5.6 から5.8。この後のプレゼンテーションどうでしょう。非常に勢いがあったので高い点が期待できると思います。さあ 5.9 が出ました。6人滑り終えてスルツカヤトップ、ミッシェルクワン第2位、このスルツカヤとクワンのスーパーファイナルが決定しました。Thank you.